おはようございます。日本は、3月6日の月曜日、朝4時半を少し回ったところです。思いつきで始めた、ポッドキャストなんですけども、まあ何から話していこうか悩んでます。私はですね、日曜日の朝から日月火水木と5日間毎朝、歩いて40分ぐらいのところまで、仕事をしに行ってるんです。はい。お仕事の内容はっていうと、スポーツジムのね、お風呂の掃除です。まあ男子も女子も一人でやるので、まあ一旦に3時間ぐらいかかるんですけども、それをやってます。はい。でですね、別に自転車で行けばいいじゃん、車で行けばいいじゃんってよく言われるんですけど、まあ車はね、私ね、実は10年前になるかな、もう11年ぐらい前に、ネパールでね、NGO のスタッフとして働いてました。まあその時にね、毎年雪の降る量のってか、雪の降る位置が少しずつ高いところに登っていくんですよ。つまり環境の変化と一緒に、雪の降る量と標高が変わっていってるっていうのを、現状をね、自分の目で見て、それから、確かにね、二酸化炭素が本当に、温暖化につながるかどうか、私もよくわからない。正直ね。そうだっていう意見もあれば、違うという意見もあって、まあ、本当のところよくわからないんだけど、確かに環境の変化で、雪の降る量がネパールもちょっとずつ、山のね、高いところの方に移動してるっていうのは、まあ、目で見て感じたわけですよ。まあ、それでね、グレーならやめちゃおうと思って、私は車を運転をやめました。まあ、もともとね、車の運転大好きだったんですよ。でもね、若い頃に、山道とか、あちらこちら、まあ、高速道路とか、どことは言いませんけどね、関東の方のぐるぐる回ってるところとか、地元の方の山の中とかに、いっぱい何ガロンもガソリンを垂れ流ししたので、もういいかな、と思って、ネパールから帰る前にね、まあ帰ってきてから、まあ車乗るのをやめました。まあこれで、今は10年目ぐらいになりますけど、そう、今はね、まあ、そんなに不便さは感じてないんだけど、当時はね、免許もその時なくしちゃったので、まあ、親には怒られ、まあ、いや、馬鹿にされ、まあ、いろいろ言われましたが、今はまあ、どうでもいいやと思ってます。でですね、そう、まあね、その時はね、まあ、電気自動車が、一般的になったら、電気自動車、免許取り直して電気自動車乗るから、なんて、言われてたんだけど、まあ電気自動車の時代はすぐ来ましたからね。来たと思ったら、この電気自動車で、確かに、その時は何も考えなかった。電気を作るには大量の二酸化炭素を出してるわけですよ。となれば、電気自動車だから環境に、違う。現状は電気自動車も、ガソリンも似たかよって。車で出すか、発電所で出すかの違いでしかないですからね。まあそんなわけで、まあ今も車も持たずに、毎日とことか歩いてるんですが、自転車はあるんですよ。まあ3万円ぐらいで買ったマウンテンバイクですけどね。自転車はあるんですけども、自転車で行くと大体ね、15分はかかんないぐらいなんですよ。だけど、私ね、実は、去年の夏前は127キロぐらいあったんです。127キロはいいっすか。124キロはあったんです。124キロですよ。まあね。まあ去年のね、夏前に、それを体重計で見た瞬間、これはやばいと思い、筋トレ中心にね、3ヶ月ぐらいダイエットして、
一滴をね、そこからドドドーっと追って、105キロ、3キロ、103キロぐらいまで落としたんですが、体脂肪率もね、20%台、29ぐらいだったかな、まで落としたんですけど、私はね、実は過去に、20キロ以上のダイエットって、その、去年の夏前にやったので、3回目だったんですよね。でも、飽きちゃうんですよ。で、筋トレ中心だから、まあ、筋トレとサプリメント中心だから、なんて言うんだろう。結果が出てくると私は満足しちゃって、結構筋肉もついてくるしね。そうすると、なんか、もういい、いつでも落とせるしなと思ってやめちゃうんですよね。まあ、それでまたセットポイントまで戻ってしまうみたい。で、セットポイントっていうのは、人間の体でね、よくできてて、いつも大体同じ体重になるように調整されてるんですよ。私の場合だと、大体115キロぐらいがセットポイントなんですよね。だから、太っても痩せても、ほっとくと大体115キロぐらいまで戻っちゃうんです。で、去年の夏、ダイエットして、で、まあ、秋前、まあ、真夏暑くなる頃にやめちゃって、で、ダラダラした生活をね、してるったら、また、ブクブクブクって太って、なんだっけ、1月の、今年の1月の1ヶ月ちょっと前ですね、1月の中旬過ぎには、117キロまで戻ってたんですよ。その時にね、やっぱ、ダイエットしまだなっていう話になり、じゃあどうやってやろうかって、まあ YouTube を漁ったわけですよ。そうするとね、最初に出てきたのは、リンゴ酢、そう、純リンゴ酢を、毎日 30cc 飲みなさい。30ml 飲むといいよ。そう、そしたら、純リンゴ酢と成長剤を飲むと落ちるよ、なんていうのが出てきて、まあ、それはね、早速取り入れて、次に、レモン水を1日 50cc ぐらい、50ml ぐらい飲むといいですよ、っていうのが出てきて、じゃあ、レモン水も飲みましょうと。そう。そしたらね、次に、トマトジュースを 200cc の 200ml 飲むといいよっていうのが出てきて、まあ、それも取り入れようと。まあ、飲むだけだからね。そんなお金かかんないし。で、私はね、それプラス、私がダイエットしようって時は、私専用のダイエット食みたいなのがあって、まあ、似た大豆とね、オートミールと、そう、なんだっけ、豆乳と、酢と、なんだっけ、オリーブオイルと、醤油を混ぜたね、特製フードをいつも作ってたんですけど、まあそれを朝ごはんに食べて、あとは出勤は自転車で歩いていこうっていうことをしたんですよ。そう。それがね、1月の中旬、20日ぐらいだったと思うな。そう。そっから、始めたんだけど、そしたらね、それ以外何もしないんですよ。うん、特に。そしたら、特にっていうか、お酒はやめた。お酒はやめた。踏んで、あとはなるべく自炊するようにした。そしたらね、その、2週間後ぐらいには、117キロあった体重は、113.5 ぐらいまで折ってたわけ。そう。お、これならいけるかもしんないって思っちゃったわけよ。思っちゃったっていうか思ったわけで。そう。でも、そっからもっと、それを飲むだけじゃなくて、もっと継続的に、ダイエットしてるには、飲み続けるだけでいいなら、それはそれでいいけど、もっと他にやりようあるよって思って、もう一回 YouTube を漁ったわけです。はい。漁った。まあ、そうしたらね、結構さ、数ヶ月で何十キロ落としましたとか、30キロ落としましたとか、40キロ落としましたっていうのがね、結構出てくるわけですよ。そう、やって方、やった方のね、そう、
またそれがまたアクセス数が伸びてるわけですよ。まあ、それで、あれと思って、よく見てみると、そう、みんなね、16時間断食をやってるみたい。まあ、そればかじゃないですけどね。そう。まあ、そもそも私は検索したときは、じゃあ筋トレを再開しようか。ストレッチも取り入れようか。じゃあヨガもやろうかな。ニーズもいいね、みたいな感じで思ってたんだけど、まあ、それを探す、その先生を探す間に、どうやらなんか、ガッツリ落とした人いるぞってことで、16時間断食って時を、もう、初めて知ったの。後から知ったらね、結構前から流行ってるよ、なんてさ、友達に言われちゃって、そうなんだ、みたいな。私はどれだけダイエットに興味なかったから、ダイエットを見ないふりを知ったかったのもうバレバレって感じだけどね。まあ、それで16時間断食ってやつを知ったのよ。そうして知ったところ、まあ、あるね、一人のね、YouTuber の方が、僕はこの本を参考に、16時間ダイエットを始めましたっていうのを言ってられる方がいて、で、私もね、それを、まあ、読んでみようと思ったらさ、そう、Amazon で Kindle のね、Kindle で、Kindle は読み放題プランっていうのがあるんだけど、読み放題プランの対象になってて、私はね、自分で写真集を、発行してる関係で、Kindle で発行してる関係で、読み放題プランじゃないと、自分の発行した本も読み放題プランにならないっていうのが確かあったのよ。今はちょっとどうかわかんないけど、ちょっと前はね。まあ、それで、私も読み放題プランに入ってるんだけど、それだったらね、私はタダで0円でね、読めるわけじゃん。で、ラッキーと思って、まあ、早速さ、ダウンロードして、読み始めたんだけど、そう。まあね、動画はね、結構いろんな人が、まあ、手紙に始められて、朝ごはん抜けばいいだけだから、簡単にできるって言うんだけど、そう、その本はね、超ストイックで。確かに、理屈はわかる。この通りにやれば落ちるかもしれないってぐらい、まあ、ストイックでね。まあ、びっくりしちゃったな。でもね、私もね、考えた今回は、まあ、何を考えたかというと、私のダイエットの目的っていうのは、まあ、本来のダイエット。本来のダイエットって言うと、なんかみんな、って思うけど、まあ、ダイエットってさ、日本では体重を落とすことを言うんだけど、一般的に世界ではダイエットって、そう、食生活の改善を指すのね。うん。そう。だから、外国の友達にダイエットするって言うと、日本食ヘルシーな一般っていいよねなんていう話になるんだけど、そんなこと言われても、日本人の私は、何これ感じなわけ。でも、今回私が目指しているのは、食生活の改善ももちろんそうだけども、16時間ダイエットを取り入れることで、ライフスタイル自体を全部取っ替えようって考えたの。そう。まあ、どういうことかというとさ、寝る、16時間ダイエットで、まあ、いくつも重要なポイントあると思うんだけど、例えば、水分補給だよね。私はさ、まあ、今現在も105キロ以上あるからさ、そう、計算するとね、やっぱ1日3リッターぐらいの水分必要なの。そう。で、水分をしっかり取らないと、体の中の老廃物が出ていかないわけよ。そう。老廃物が出ていかないと、体脂肪、腎臓、肝臓が、やっぱり、体脂肪率を燃やす方にエネルギーを避けないわけ。結局、体重が落ちづらいのよ。だから、体重落とすにはまずデトックスが必要なのね。そのために、肝臓、腎臓に、いい食べ物とか、いい運動とかをしなきゃいけないわけね。そう。そこで、最初水をしっかり飲むってことを、自分の中で習慣できたの。まあ、幸いさ、トマトジュース 200cc 飲んでて、リンゴ酢飲んでて、レモン酢も飲んでるって感じで、いつもね、1リッターのペットボトルに、トマトジュース 200cc に、あと、1回沸かしたお湯、
白桃、なんだっけ、白滝、違うな。まあいいや、一回沸かしたらいいです。を、冷やしたものを、トマトジュースに割って1リッターにして、その中にレモンを 500cc ぐらい入れて、職場に向かうわけね。お仕事に。今も背中に担いでる。そう。で、リンゴ酢は、炭酸水 500cc の中にリンゴ酢を入れてる。まあ、リンゴ酢はね、何でもいいらしいんだけど、純リンゴ酢がいいみたい。まあ、発酵の中で、ね、他の余計なことはやってない。まあ、天然のものってことだよね。三日の純リンゴ酢がね、1本500円しないぐらいで売ってるかな。それを私は使ってる。うん。で、それで、まあ、炭酸水はさ、まあ、お水と同じようにガバガバ飲んでもいいと思うんだけど、やっぱね、炭酸ってだけあって、全然肝臓に負担をかけるわけよ。そこで、私は、炭酸水は、炭酸水はそれで効果はあるんだよ。でも炭酸水は、朝ごはんとか昼ごはんの時にね、500cc を飲みながら、ご飯を食べると。もうお腹の中がやっぱ炭酸で増えるから、まあ満腹感あるよね。そう。で、そうすると大体、1.5 リッターなのよ。で、今は、野菜中心の、野菜とか海藻中心のね、ちょっと自炊をしてるんだけども、そう、大体ね、そう、お味噌汁の中野菜たっぷりいたごったに。そうそうそう、まあ飽きないようにあれからこれからいろんなことを試してみるけど、そう、どっちかというと、美味しいの食べるっていうよりも、体を塩分の少ない食事、野菜中心の食事に、慣れさせていくというような感じかな。そう。まあ、それでだいたい1リッターぐらいの水分を取ってる。うん。だって1リッター水に対して野菜ダーって入れていて、沸かすからね。そう。その他に、麦茶とか、コーヒーとか、お茶、日本茶ね、なんかを飲んで、まあ、多分ね、3リッター、うん、まあ、前後ぐらいは飲んでる。正確に測ってないけどね。そう。で、お水も、16時間ダイエットには大事なんだけど、次に大事なのは、睡眠。うん。で、睡眠時間に、まあ、基礎代謝は落ちるんだけど、やっぱりさ、基礎代謝ってもともとさ、起きた時に何もしない寝てる状態が基礎代謝なのよ。そう。だから、ある程度の筋肉量があって、基礎代謝が活発な体だったら、まあ、どんどん脂肪が燃えると。結局さ、まあ、私だいたい、今2200から300ぐらいの基礎代謝なんだけど、そう、まあ、300キロカロリーをさ、走って痩せようと思ったら1時間ぐらいだからね。1時間、走れない。まあ、それで、まあ、基礎代謝を上げるために、まあ、ダイエットは、カロリーを燃やすのには有酸素運動が必要だけども、なんだっけ、基礎代謝を上げるための筋肉をつけるには無酸素運動が大事なのよ。で、まあ、過去は無酸素運動をガランとして、筋肉量を増やして体重をガランと落としたけど、今回はね、まあ、まず筋トレよりも先に、まず、基礎代謝を上げるよりも先に、その、一番人間の体で重要な肝臓も腎臓も、体の組織すべて休めてあげる睡眠時間が特に16時間ダイエットには大事なポイントなの。っていうのは、16時間何も食べれないから、まあ、少しでも寝た方が、食べる時間が、我慢する時間が減るっていうこともあるんだけどね。そう。それで、私はね、7時間半寝るっていうのを、決めて始めた。で、私の仕事って深夜12時から2時までの仕事と、朝方5時半から8時9時までのお仕事があって、まあその両方だな、その両方が寝てる時間に入っちゃうと困るわけで、じゃあどうしようって思った時に、私はね、お昼過ぎの15時から寝て、深夜のみんな寝る頃の、夜の11時ぐらい。だから、15時から23時まで寝てる。それで8時間なんだけど、そう、寝るようにしてる。で、今は、
まあ、アプリを使ってね、睡眠の質とかを計算できるじゃん。確認できるじゃん。で、そういうアプリ使って、だいたい実際どれくらい寝てるかなとか、どれくらい安眠してるかなって見れる時代でしょ？で、私が使ってるアプリによると、私のね、睡眠の質は、まあ、いい時で 70% ぐらい。悪い時で 50% ぐらい。そう。まあね、まあデータ取りながら初めてそんなに経ってないから、なんとも言えないけど、まあ良くはないよね。まあそれでね、まあ寝やすいようにってことで、布団に入る前に、お風呂入ったりとか、布団入る、1時間ぐらい前からスマホを見ないとか、で、お風呂上がりに体が冷えてくると眠くなってくるから、靴下履かないとか、ね、寝てる間に部屋中が二酸化炭素で、すごい上がるんだって。まあ、それで窓を開けとくと、睡眠の質が高まるってことで、窓を開けっぱなしで寝るとか、もう寒い中にね。まあ、そんな工夫をしながら、なんとかやってる。で、まあ、11時に起きて、まあ、仕事行くときは仕事行く。仕事しない日は、YouTube の動画撮ってたりとか、まあ、写真家の仕事したりとか、してる。うん。まあ、新しい写真集の制作とかね、してる。そしてまあ、4時になったら、朝ごはん食べて行くって感じなんだけど、実際16時間っていうと、私の場合はね、朝の4時から、昼の12時までが食べてもいい時間。うん。それで私は朝ごはん、出勤前の4時に、最初の方に言ってた、特製、ダイエットフードをパクッと食べて、あと、いつもお世話になってる、おばちゃんからもらった梅干し1個パクッと食べて、あとは、トマトジュース、ね、ちょっと水割りのトマトジュースをググって飲んで、さあ出勤と。で、歩きながら、片道40分。で、その40分の間に、結構さ、暇っちゃ暇でさ、いつもね、なんか、もう、いろんなこと思い出しながら、歩いてるんだけど、もう、真っ暗すぎてって、いつも同じにしたからさ、写真撮ってても、まあ、飽きちゃうってか、帰ってくるのよ。まあ、帰りはそうでもないけどね、帰りは写真撮りながら帰ってるけども、まあ、行くときは特に暇なのよ。この暇な時間何しようかって思いついたのがこれ。そう。これまあ歩きながらね、ダラダラ喋ってるだけだから、始まって20分ぐらいかな。うん。そうなんだけど、まあね、これから先何を話していこうかっていうのは、何も考えない。ノープラン。うん。そうなんだけど、まあ、今日はね、私の今やってる現状の、まあ、お仕事じゃないけど、だいたい YouTube 活動の話を、していきたいと思っての。まあ、さっきダイエットの話全然終わってないね。あれ、16時間ダイエットのポイント、一つはお水、二つ目は、なんだっけ、睡眠。で、三つ目は、まあ、時間をきっちり守るってことね。で、16時間以外の8時間で食事を取るわけだけど、それ以外の時間は、断食中は、カロリーのない水分は OK。だから、コーヒーも、お茶も、なんだっけ、お水も、白湯も、何でも飲んで。水分だけは取ってる。お腹減ったら水分を取る。みたいな。でもね、最初の2、3週間は、やっぱりね、夕方、まあ、お昼にご飯食べ終わって、まあ12時からもう何も食べないんだけど、やっぱり寝る頃になるとお腹減ってとか、口寂しくて、で、口寂しいまま、なんかうだ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 しようと、あっという間に、17時、まあ5時ぐらいになっちゃって、5時ぐらいになるともう、なんかもうこの時間だかっていう感じで諦めついちゃって、私ね、煮干しが大好きなんだけど、煮干しとかナッツ大好きなんだけど、煮干しとナッツを袋から、片手のサバぐらいに、ドボボって持ってきて、バリ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 で、お茶と一緒に流し込んで、なんか食べた。あ、やっちゃった。
まあ、とりあえず寝ようって言ってたんじゃないんだよ。寝るっていうのが、まあ、最初のね、3週間ぐらい続いたかな。うん。でも、やっぱそれじゃダメだと思って、もう、ありったけのナッツは食べきって、煮干しはね、お味噌汁に使ってるから全部食べられないけど、そう、煮干しはもう、お味噌汁に入れるもんで私は食べるものじゃないって勝手に思い込むようにして、夕方5時のね、勝手のおやつ時間を、まあ、なくしちゃったわけ。今はね、12時に、から、まあ、食べなくなっても、まあね、12時までに結構、しっかり野菜取るからね、そう、1リットルの身にたっぷり野菜入れて食べたら、結構な量。そうすると、12時ぐらいじゃまだなんか、お腹全然減らない。お風呂入って、なんかちょっとしたなみたいな感じで、まあ、14時半ぐらいに、お布団に入って、まあ、スマホ見るときもあるよ。本読んだとかね。私の場合ほとんど Kindle だから。で、まあ、そのうちに、うとうとしてきたら、布団をかぶって寝ると。まあ、そんな感じ。そう。で、3つ目ね、3つ。お水、寝る、コート、時間を守る。あともう1つ。うん。まあ、運動ももちろん大事なんだけど、運動は、まあ、体っていうか、その時間に体が慣れてからでいいと思うの。すぐじゃなくても。で、デトックスも大事だけど、デトックスを誘発するために、やっぱり食事が大事なの。で、16時間断食の食べれる8時間、その間に何を食べるかによって、多分全然結果が違う。そう、スピード感も違うだろうしね。まあ、オートファジーっていう、まあ、考え方をそのまま使えばさ、まあ、何食べてもいいとも言えるかもしれないけど、結局、腎臓と肝臓に負担をかけない食事じゃなきゃいけないわけ。そう。となると、そう、合成食品はダメだね。合成食品でいいのかな。うん。まあ、要は、いろんな薬品で作ったっていうか、加工食品はダメ。基本的に、天然素材の、昔ながらの日本の食材がいい。昔ながらね。でもさ、それ中心に食べようと思うと、お金かかるのよ。そう、そうじゃなくてもさ、電気代が上がってさ、もうピーピーなのにさ。まあ、それで私は、まあ、ちょっとでも節約になればと思って、まあ、乾物中心に食べてる。うん。あとはね、これから行く職場のね、お姉さんからもらったお野菜とか食べて。まあ、お野菜いっぱいもらえるからね、助かってるって。まあ、そうやって、毎日一日一日を乗り越えてるって感じかな。うん。で、まあ、16時間断食始めて、今日で、34とか5日目だと思うの。そう。で、まあ、これから職場行って、体重計に乗って、まあ、どうかなと。でも、私の場合は、金曜日と土曜日がお休みなのよ。だから、金曜日と土曜日は、基本的に体重計には乗らない。だから、今日出勤して体重計乗るのはちょっと怖い。正直。まあ、やってみなきゃわかんないけどね。そう、下がってる時もあれば、ぐっと上がってる時もあるし。でも今日来る前になんか大量にうんち出たから、私うんちするだけで 0.5 ね、0.5 キロぐらい。0.05 キロぐらい。いやな、0.5 キロぐらいかな。0.5 キロぐらい変わってくるからさ。もしかしたらググって下がってるかもしれない。そう。まあね、その私のダイエットっていうのは、まあ、今度こそ人生最後のダイエットだと思ってて、まあ、毎回そういうテーマを歩むんだけど、今回のダイエットは、やっぱね、食生活というか、私のライフスタイルすべてを、もう、健康思考にね、チェンジしようと思ってる。そう、だから、3年を計画してる。うん。でね、まあ、計算上はね、私はね、おそらく、
今のスピードだったら、まあ2年後ぐらいには、まあ標準体重近くまで落ちると思うの。うん。そう。うまくいけばね。まあそのままやっていけば。でも、そっからさらに1年。そう。要するに、自分の体が、あ、これは私の体重だとわかるように、セットポイントが、標準体重ぐらいになるまで頑張ると。それには大体3年は必要だなと思って、3年続けようと思ってるの。そう。3年続いて、まあ、標準体重まで落ちて、まあ自分のね、ベスト体重まで落ちて、体脂肪率も 17% ぐらいになって、私も、それの年だから 17% なんだけどさ、若い人はもっと低いかもよ。そう。その体重まで、折って 17% まで折ったならば、もうね、その頃には3年も16時間ダイエットを続けてるから、もうそれが当たり前の生活になってるかなと思ってるんだよね。で、そうなったら、私は何々がしたいっていう別の目標があるの。うん。その目標は、もうね、中学生ぐらいからずーっと思ってるけど、いつも体重がおったらやろう、体重がおったらっていうふうに目標をするんだけど、今までね、もう一回も達成されたことない。もうそれをね、私の人生のね、最大目標になってるようなところがあって、まあ、今度こそ、3年後に、体重、脂肪率 17% まで落として、その目標を達成しようと思ってます。思ってるのよ。まあ、その目標に関しては、また別の機会にお話したいなと思ってる。で、今私がね、主でやってるのは、まあ、写真も撮ってるんだけど、まあ、お仕事はね、銭稼ぎは、今歩いてる、お風呂の仕事が中心なんだけど、そう、どうしようかな。私今やってることで、写真家としての仕事と、まあ、ちょっとお話しようかな。で、まあ、日本のさ、まあ、何か、習い事とか、まあ、伝統芸能ってさ、例えば、茶道とか、華道とか、書道とか、道がつくじゃん。あれはさ、道を極めるために、書をやり続けるみたいな意味なんだよ。道っていう。そう、まあ、柔道もそうだよね。剣道もそう。そう、みんな道がつくでしょ？うん。で、写真家っていうのはさ、そう、写真屋さんっていう風な意味合いで捉えることもあるよ。で、作家さん、クリエイターだっていう風に捉えられることもあるし、お金もあって写真の仕事をする人っていう風に捉えられることもあるんだけど、私は写真家って写真道だと思ってるの。そう。だからね、私ほんとね、正直、誰か聞いてたらさ、嫌な思ってる人もいるかもしれないけど、私はね、写真の仕事をするのはね、大嫌い。そう。人に頼まれて写真を撮るの、大嫌い。自分の思った通りに、自分がどんなに苦労しても、自分が撮りたい写真以外はやりたくない。つまり、写真を極めたいの。自分の写真として。私にとってはね、写真家というより写真道なんだよね。だから、写真道家の方が正しいけど、写真道家とか言ったらなんかおかしいじゃん。だから、まあ、プロフィールとか写真家とか、フォトグラファーって書いてあるけども、実際は写真道家なのよ。そうやって、まあ、これからも、今後もやっていくし、まあ、写真展とか写真集とか、私の YouTube は、私の自分の写真を活かせるような形でやってるから、まあ、そんな感じで、続けてるの。うん。まあ、それに関してはね、また写真の話は、まあ、明日でも別の機会でも、まあ、週4回、5回、喋る時間あるからね。いつでもできると思えばね。うん。まあ、ほっといて、もう、200メートルぐらいで、つくんだけどさ。まあ、15分ぐらい喋ってられるかな。そう。でね、今やってるっていうのは、もう1ヶ月になるかな。
トルコとシリアで、5万人が亡くなった大地震が起こったじゃない。私はね、まあ、最初に言った、ネパールで NGO で働いてたんだけど、日本支部の仕事をするために、一時帰国した時に、東日本大震災が起こったの。その時私は、防災系、防災とか災害とか、地域の安全情報を、会員さんにメール発信する。まあ、何万人もメール登録者がいるんだけど、そこに発信する NPO で曲がりしながら仕事をしてたの。そうなると、東日本大震災が起こったからさ、もう、東日本大震災の、もう、サポートの仕事中心になったわけよ。そう、それでね、私は新潟県長岡市に住んでるんだけど、そこは、当時ね、あんなに早く東北上昇路が復旧するなんて誰も思ってなかったから、霧が出てきた。思ってなかったから、当初は何ヶ月も、日本海側は現地に、物資を送る、電線基地になるんじゃないかって考えられて、そこに東日本大震災ボランティアバックアップセンターっていう組織ができたの。それはね、新潟県長岡市は、もっと前に、中越大震災とか中越沖地震っていうのがあって、その時に、行政、NPO、民間、青年会議所とかの民間、あと何け、中越大震災で集まったお金を作った、防災関係の機構、まあ、行政、反行政組織でね。まあ、そういう、いくつかがみんな集まって、月一回ね、災害が起こったらどうしようかという会議をしてたわけ。まあ、その取り決めに従って、その時、東日本大震災の対策チームができたの。で、私はその中で、ホームページを作って、まあ、そこにね、情報は、ホームページを作って、情報を集める、発信する、そして情報の転載をするっていう、まあ、仕事をしてたわけ。当初はね、だって言うんだよ、うちの当時のボス。おい、マコ、島ことだからね。おい、マコ、明日の朝、プレスリリースでホームページで作れるかとか言われて、ワードプレスでね。当時はワープレス 2.8 とかじゃなかったかな。うん。ちょっと覚えてないけど。まあ、そこで、身近なね、ウェブクリエイターの人から、もう含めて、Facebook で、こういう状況で、こういう協力してほしい。私は、こういうことしてほしいっていうふうに投げるからやってくれる人いませんかっていうのを、Facebook で呼びかけての。そしたら、日本中からね、何人ものクリエイターの人が集まってくれて、ホームページ、できたよ。うちのボスがあれやりたい、これやりたいって言うと、パパって実装してくれて、で、もう半日もしないうちにホームページがある程度できて、で、本部の私は、その仕事を振り分けてるだけ。で、ボスはあれやれこれやれって言うだけ。で、実際にもうその時にはどんどん情報が上がってきたから、情報の件、情報アップするのは、やり方を教えて、私があげて、ボランティアに来てくれた、お姉ちゃんやおじちゃんとかいろんな人が来たけど、その人たちが、自分のパソコン、ノートパソコンを持ち寄って、そこで発信するっていうのをやってた。うん。で、翌日のプレスリリースに合わせて、発災後、すぐにそういう体制ができたかな。そのね、私たちのチームは、私はそうだったけど、私の他のチームは、もう発災した日の夜、あれも夕方の地震だったかね、夕方、その日の数時間後にもう現地に車で出て、まだ真っ暗な中、現地に行って、現地の状況を確認し、現地のニーズとマッチングさせた物資だけを集めて発送するって作業してた。っていうのは、中越大震災もそうなんだけど、物資災害っていうのがあってさ、みんなね、何でもかんでも持ってきてくれるの。いるもの、いらないものも。そう。でもさ、みんな、届け先日本人よ。人が使ったようなさ、服とか喜んで着る？着ないよ。ぶっちゃけ。そう、食べの、袋を開けたようなさ、なんか乾物？喜ぶ？喜ばないって。
だから、送るものは、必要な分だけ送らなきゃいけないの。うん。そこで、現地がどういうものが欲しいか、こっちで、それに対して仕分けするというのが必要なのね。そう。まあ、中越大震災もね、まあ、最終的に物資災害ってやっぱあって、まあ、大量に毛布が詰まったりとか、大量に缶詰があったりとか、したわけ。の缶詰は何年もあったんじゃないかな。なんかイベントのたびに缶詰配られたけどね。缶詰も賞金があるじゃん。で、どんどん賞金が切れていって、今は、まあもう、今もう20年近く経ってるけど、まだなんかし、毛布は残ってると思うな。うん。そう。まあそんな縁があってさ、私も地震とか、災害、まあ、新潟県は特にね、冬は雪、夏は洪水、水害。そう。で、忘れた頃に地震がやってくるから、まあ、本当災害の多い都市だから、ところだから、そう。まあ、災害ってやるとやっぱりピンと来るんだけど、私もね、防災関係のお仕事から、まあ、しばらく離れてて、まあその間ね、まあ熊本で地震あり、あっちで地震あり、こっちで地震あり、ネパールでも地震があった。まあそんなのを見ながらも、まあ積極的に何も行動しなかった。正直。うん。もちろんさ、コンビニで義援金をちょっと割り入れるぐらいのことはしたよ。うん。でもさ、コンビニチャリンって入れた義援金がさ、どこでどういうふうに使われてるかわからないじゃん。寄付金にはね、いろんな種類があって、まあ、実際に、現地で困ってる人に届くのもあれば、そこの国に行くのもあるし、そこで活動する、その現場で活動する人のところに行くお金もあるし、名前が違ってね、いろんな行き先が違うのがいっぱいあるわけよ。そう。だからさ、お金を入れたからって最後はどういうふうに使われてたのかわかんないけ。もしかしたら誰かのポケットの中に入ってるかもしれないしね。まあ、そんなこともあってさ、まあ、実際、チャリンとやっても何もしない。そう。そんなのがね、正直なところ。で、そのさ、トルコの地震に関しても、最初さ、まあ、数日経ってから、72時間、2日にかかってから私は気づいたの。普段さ、YouTube もそうだけど、ニュースチャンネルって全然見ないの。うちテレビないしさ。で、ヤフーとか Google でもニュース見ないから、基本的に私。たまたま見たら、72日間が過ぎましたって。うん。まあ、どっかで地震か災害があったなってみたら、まあ、トルコだと。まあ、トルコって言うとね、古くから日本の、困った時の助け合い運動はあったわけよ。まあ、なんとか号っていうさ、船の実行もあったし、そう、アフガニスタンの撤退も、まだ記憶に新しいよね。そう、日本政府がどうにもできない時に、突然トルコの飛行機が飛んできて、トルコに日本人が脱出できたって。で、トルコの人たちは陸で続いてるからって歩いて帰ったっていうのが、まあ、トルコの脱出、トルコじゃなくてアフガニスタンの脱出の時の話だけど、それだとまだ10年は経たないよね、確か。うん。まあ、そんな中で、やっぱりさ、縁がある、まあ、ネパールもそうだけど、縁があるところで地震が起こったんだ。それは大変だなって。まあ、日本の救援隊も早いからね、日本の救援隊もうすごい優秀だからさ、救援隊はもう行ってるんだろうな、と思って、まあ、動画を見たよ。そうしたらさ、想像以上っていうか、想像を絶する被害だな。もう驚いちゃってさ、まあ、し、地震があったって、まあ、せいぜい100人、200人死んだって話なのかなと思ったら、とんでもないわけじゃん。なんだろう。そう。まあ、あってもスマトラの大津波とかさ、東日本大震災とか、まあ、それ以上の被害が出るなんて私の中では頭になかった。そう。まあ、そんな中でのさ、地震の情報を見て、これは何かしなきゃいけないと思ったんだよね。そう。まあ、話はちょっと戻るけど、まあ、私は16時間ダイエットを始めたばっかでさ、16時間ダイエットの情報を、まあ、こんな風にやってるよみたいなのを、まあ、YouTube 上げてたんだよ。で、私はまあ、YouTube ってさ、ご縁が深くて、昔のガラケーの頃にさ、アップしたりしてたの。まあ、でもさ、私は、みんながね、それに、
ハマり始めると、なんか飽きちゃうタイプでさ、イノベーター気質っていうか。まあ、それで、もう YouTube 自分でアップすることはなかったんだけど、最近ちょこちょこって始めて、やっぱりね、時間概念がある編集、動画の編集って面白いんだよ。写真とはまた違う面白さがある。まあ、それで、私はさ、YouTube のアカウント複数あったから、まあ、使ってないアカウントで、現地のね、トルコの人に向けて、日本人からのメッセージですよ、みたいな感じで、まあ、20日ぐらい前に始めたの。うん。ショートムービーだけだけどね。そう。まあ、最初はね、一人二人しか見なかったけど、今で多い時は1600人とか見てくれてるかな。で、最初はね、トルコ語だけだったんだけど、まあ、深夜も地震にあったわけよ。そんなに大きな被害じゃないとしても。まあ、それで、トルコ語、シリア語じゃないな、アラビア語の二カ国にした。でも、トルコにもさ、外国人はいるべね。そう。まあ、そこで、まあ、世界のね、インターネット界では、だいたい上位10カ国語ぐらいが救われてるって言うんだけど、まあ、それ全部は無理だからさ。じゃあ、英語だけ、トルコ語、英語、アラビア語の3カ国、まあ、同じ内容で、毎日、ショートムービーを発信し続けてる。そう。まあ、現地のこともわからずに、何勝手なこと言ってるんだ、みたいなお叱りの、コメントをもらうときもあるけど、まあ、とりあえずね、今ね、まあ、実際、大したお金は持ってない私が、今できることって何だろうって思うと、やれることは少ないわけよ。お金を出して終わりじゃなくて、何か現実的にやれることって、何かって考えると、まあ、フレックシぐらいしか考えつかなかったかな。まあ、初めて、20日ぐらい。で、昨日やっとね、ショートムービーじゃない、動画も上げたかな。まあ、私のこれまでの経歴を知らないと、なんか、知らねえ奴が全然もうピカピカなこと言ってるみたいな、この日本人なんだなんて思われても困るから、ちょっとプロフィールチックな、動画も上げてみたりして、これからも、その活動を続けていこうと思うの。まあ、目標っていうわけじゃないけど、私にとってのダイエットとは違うもう一つのライフワークになってほしいなと思う。っていうのはさ、私はさ、今はね、まだ登録者50人ぐらいなんだけど、まあ、ゼロから始めて50人だから、まあまあ、私の中では満足してる。でも、まあね、これから、もう災害がなくなるってことはないわけだ。そう、ロシアとウクライナの地震も戦争も続いてる。あれなんか15万人ぐらい、もうすぐ15万人ぐらい亡くなってるわけよ。うん。で、戦争に貸したくないお母さんお父さんたちが、泣く泣く子供たちを戦争に貸してるっていう現実もあったりとかも、世界中にはさ、まあそれ以外にも、たくさん悲しいものはいっぱいあるよ。災害以外にもね。まあそういう人たちに、そういう悲しい思いをしてる人たちに対して何か励ましになるような言葉をね、これからも発信し続けていきたいなと思っているのよ。で、まあ、希望だけどね、もしね、それなりのというか、収益化に、YouTube の収益化までたどり着けるようなことになったら、今やってるね、メッセージ発信してるアカウントの収益は全部、日本のその、長岡ね、気候、中越防災安全推進機構の機構にはね、やっぱ世界中にいろんなコネクターを持ってる人がいるから、まあそこを通して、現地の人に届くような支援、でか寄付を、まあしたいなと思ってる。それも全額ね。そう。まあそういう活動を今やってるとか、今始めたばっかり。まあダイエットも始めたばっかり。その、メッセージの活動も始めたばかり。まあ、そんなわけでね、これからも、また、日々ね、毎日、すごい気になっちゃったけど、私の声を、世界中、英語で喋れば世界中かもしれないけど、まあ、とりあえず、たまたま縁があって私の声を聞いてくれた人に、こんな奴がいるんだなって思ってもらえるような、発信をしていきたいと思ってます。そんなわけで、今日はもうお仕事の時間になりました。ではまた明日。じゃあね。あ、そう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 。私はね、便宜上さ、
5月、3月6日って言ってるけど、録画してるのはね、録音してるのは前日、3月5日。だから、もしね、新潟県長岡市で、この時間、外にいたよって人が、霧なんかねえけどと思ったら、録音してるのは前の日。便宜上、翌日の話をしてる。そんなわけで、また明日。バイバイ。